タケヒルのソロラジオルーム、ハロウィンなのに全く関係なく、小学校の思い出を飾る、第4回どうもこんにちは、タケヒルアングラのタケヒルと申します。ということでですね、ちょっとね、最初の方長くなったかな。ちょっとまあこれから話すことの方かな、まあ、長いからな。はい、ということでですね、まあ先ほど言いました通りね、まあ今日は公開日、ハロウィンでございますが、それと全く関係なく、小学校の思い出を語るというね、企画です。どう思いますか皆さんどうせならもっとハロウィンっぽい話しすよとか、まあ思わなくても別に大丈夫ですはい、ということでね、まず左側の方からね、ちょっと現時点での情報。はい、テスト期間中です。テスト期間中に平然と、ラジオ企画を撮っておりますでですね、志望校に合格しましたっていう報告ね、 YouTube ショートの方でねやろうかなと思ったんですけども、はい、今ねとっても遅いっていうか、もうこれここで言ってる時点でまあ遅いかもしれんけどね、実はもう先月の下旬頃よりね内定は決まりまして、はい、なのでもう今飾ってもちょっと遅れてるんじゃないかっていう話なんで、まあ、どっちにしろ遅いっていうことに変わりないんだよ、ここでまあ言わせていただきます。でですね、もう今ね始まってると思うんですけど、公開日はまだね、収録日の時点ではねまだ始まってないんだけど、ガルパとホロライブはねコラボしてるみたいじゃないですかね。楽しいよね楽しいというか、衣装とね楽曲がね追加されるだけなんだけれども、はい、まあそんな感じです。まあ今はね楽しみにしてるっていう状態でございます。はい、ということでね、本題入っていきましょう。小学校の思い出をね語りましょうか。でね、タキールとゲストのラジオルームの第1回もね小学校の頃の思い出だったんでね、まあ、ちょっとそこで語ったものもちょっと交えながら、ちょっとねまだ皆さんに伝えてない情報をね皆さんにお伝えできればいいかなと思っております。はい、まず小学1年生の頃の思い出と出来事ですね。まず入学式の頃の話でございます。まず入学式はね、私の時はね、まあ、小学6年生、まあ、当時のね、まあ、小6の人からここで待っててねって言われて、そこでテレビでね日本昔話って知ってますかね、ゆうやよい子やねんねしなっていうやつですけど、あれを見ながらちょっと待っててねって言われたんで、でね、その私もねちょっと見てたんですけど、そのねエンディングを言った時にですね、勝手にそのテレビの方に行って機材の方を触って間違いで変なことを起こしてしまうって、なんだろうな、私の記憶では巻き戻しなんだけど、とりあえずその巻き戻しをしてたっていうね記憶がありまして、そっから止め方が分かんなくてみたいなですね。はい、でですね、これはね、まあこれいちいち言う必要もないかな、まあ前のねゲスラジの時でも話したんですけど、カッコつきやったということですね。普通に私ね授業を受けてたんですよね。で、私トイレ行きたくなって、で普通なら手挙げてトイレ行きたいですって言うじゃないですか。で、私の場合はね勝手に教卓の前に行ってね、君たちトイレに行くから待っててくれないかなっていうね感じでカッコつけながら行ったんですけど、先生に注意されまして、トイレに行きたいならちゃんと手を挙げて行ってくださいみたいな言われましたっていう話ね、これで3回目です。はい、もしかしたらね、まあ、知らず知らずにね、まあ、どっかのライブでね話してると思いますが、でね、私のね小学校1年生の頃の運動会ってね、まあ、この頃の運動会ってまあ6年間通じて一緒のことはですね、まあ、5、6年は騎馬戦と組体操で、4年生はソーラン節で、
1年から3年生は何かを披露するっていうね、まあ、みんなで団体行動みたいな、なんだろうな、例えばね、例えばだよ、マリオの音楽に合わせながら踊るだったりとかね、まあ、皆さんはねやってたと思うんで、まあ、なんとなく言ってることわかると思いますけど、まあ、その話それ分かったら手でちょっと話続けますけど、私の頃はねサッカーをも稲妻イレブンの曲に合わせて踊ったと。まあそれどういうことかと言いますとですね、ゼッケンと、なんだろう、色はなんだっけ、とりあえず色ありの手袋と色ありのゼッケンを着てそこに出て踊るっていうやつだったんですよね。まあゼッケンと手袋のサッカーやから、まあ、手袋をする人はなキーパーだけかってなりますけどね。そうそう、サッカーのさ、あの、なんだろう、この絵は小学1年生の頃の話じゃないけど、まあ、小4の頃の話、まあ後でいっか覚えてなかったすいません。でね、劇マリオごっこっていうのをね、私小学校1年生の頃に、ね、やってたんですよ。これどういうことかっていうとね、まあ決まった人で集まっ、決まったまあコラで集まって、まあ私がマリオ役とか、あの人が何だろう、その人がルイージ役で、その人が青キノピオ、黄色キノピオってね、まあこの4人言ったらね、何だろう、ニュースーパーマリオブラザーズ Wii を元にして、なんか劇マリオごっこっていうのやって、で担任の女性の先生をピーチに見立ててみたいな、そういうね遊びをね勝手にやってたんですけれども、でその時はね先生は誘いませんでした。はいっていうね、相変わらずのね神々っぷりっていうかね、もうなんて言うんだろう、本当にこのペースうまく話せない感じね、このうまく話せない感じね、いつも腹立ってるからすいません。それでぐっすり眠れなかったらすいません。もうなんならなんかこれ以上やと。でね、小学校ね1年生の頃からねポケモンをね初めてプレイしました。でクリスマスプレゼントに、ポケモンブラックをもらいました。まあ、当時はねサンタさんをね信じてた年頃やったんで、サンタさんどうかくださいみたいなことを言ってくれたら、まあ来てくれたなみたいな、本当は親なんだよねまあ私の思い出はねやっぱな、男性主人公じゃなくて女性主人公を選んでエリカっていう名前をつけてました、ひらがなで。まあ、これどういうことかっていうとね、まあ、これ話したかな、まあ、まあ話すけど、まあ、当時ねオハスタでオハガールでエリカさんっていう人が当時出てたんだけど、その人が好きすぎて、まあ、そこに女性主人公にしてその名前をエリカっていうな風につけてたんですよね、っていう思い出ですね。あとの思い出はな、ちょゲスラジの時に話そうかなと思ってます。まあ集まる予定やってるんでじゃここで宣伝だいぶ先やけどね、つっても2ヶ月後の下旬頃か。はい、続いてはね小学2年生の頃の思い出、1年生で結構語ったと思うな、まあ、もう8分経ってるのか喋ってから。でね、私の2年生の頃の思い出とか出来事ってね少ないと思うね、私の中で。まずね、初めて2年生になってから初めて掛け算っていうのを覚えまして、九九ってあるじゃないですか、11が1、12が2ってやったら覚えやすいみたいな、サザンが九九ってあるじゃないですか、 3×3 は9ね。でそれを私はサザンドラって覚えてましたねでそのね仲良かった友達がおるんですけれども、その仲良かった友達とあれサザンドラサザンドラって言いながらねちょっと話してた頃をねちょっと思い出しますね。でね、私の運動会の頃の話なんだけど、2年生のね
私はね、ワンピースの曲の We Are ってあるじゃないですか、あれに乗せてね、ダンスをね披露しましたと。あ、まあ、みんなでだよ一人でやったらもう恥ずかしくないのかなと思われがちだ。でその We Are が北谷宏さんのやつじゃなくて、麦わらの一味の声優さんたちが歌ってるやつの音楽に乗せて、まあ、踊ってましたね。ルフィ役の田中真由美さんとか、中井かゾロ役の中井和也さんとか、チョッパー役の大谷育英さんが歌ってるやつだね。はい、まあそんな感じでね、小学2年生の頃の思い出出来事はね、まあ、少ないんですよ。はい、なので次いきますね。はい、次、小学3年生の頃の思い出出来事。はい、この年はね、この年からなんですけど、発達障害であることがね分かって、まあ、支援に行くことになりました。まあ、2学期の途中からですけれど。でね、その知った後の話なんだけどね、家庭科の際にね、調理実習をやろうと思って、ね、調理実習をねやってたんですよでその時に何かを作ろうってで先生が説明してた時に、そのね一緒にね作る予定だった女子、なんだろうな、これ本当にもうグダグダな感じ、本当腹立ちますよね。まあ、席がねこうやってあるじゃないですか、1班2班とか、まあ、小学生の頃あったじゃないですか。その時にね、まあ、一緒の班だった女子が何を言ったか分かんないですけど、まあ、何か言われて、私あのエプロンを脱いでそのまま支援学級の教室に、走っていったっていうのはありますし、運動会の時にも、ね、島唄ってあるじゃないですか、まあ、何かわからない方に説明すると、沖縄を元にしたなんか音楽で、島唄よ風に乗れば、知ってる方は いると信じたいいると信じたいその時にちょっと待って今話そうとしたのにさ、途中まあまあ聞こえないからいいか。でその時にあれ、一緒に踊ってる隣にいた女子に砂をかけたっていうね事件があったり、まあ、先生のことを引っかいたりと、まあ、かなり暴力的な性格だったんですよね。まあ、その頃はね、それに対応できるね薬っていうのをね、まだ病院でもらってなかったんで、今も飲んでるやつね、まあ、名前はあれなんで言いませんけどね、まあそういうこともあって、まあかなり暴力的でして、まあ薬があってね、まあなんとかできてますけど、今のね状態が保ててますけどもでね喉やられる。でね、使う必要のなくなったね文房具はね、学校の靴箱の隣にある池に掘ってたっていうことがあって、それで先生に見つかってね怒られたということもありました。はいとまあこんな感じで、小学3年生の頃の思い出はこれだけなんですけれども、覚えてる限りでは。で小学校4年生の頃の思い出を語りたいと思う前に、小学校 1、2、3年生の頃のね時代はどんな時代だったかというね、まあもちろんですけど、まあコロナはもちろんなかったです。あったとしてもね、すぐに収まった、なんかなんたらウイルスとかあったけど、やっぱあれだよね、ニコ動と、まあ、YouTube とかね、まだ日常っていうか、まあそういう YouTuber という職業がね定着してなかった頃だね。あの頃はなんだろうな、はっきり言いますけど、ネットミームが神だった時代だね。まあ、ドナルドの噂とか、天空の城ラピュタのムスカ大佐とか、キーボードクラッシャー、あの
四字熟語英単語道場じゃない、修造式四字熟語道場とか、なんだろうな、挨拶の魔法とか、もうねかなりねオートマットが創作されてた時代やったね。あとは何やろな、チルノのパーフェクト算数教室とか、まあ、これはねその時じゃないかもしれないけれども、まあ間違ってたらごめんなさい、ね、バッドアップルとか、あと何だろう、鈴宮春日とか、エアーマンが倒せないとかね、まあまあこれだけね飾ってますけどね、まあその時ね知らなかったものもあるっていうの、ね、例えば何だろう、エアーマンを倒せないとか、私それ小学校4年生の頃にぐらいの時に知ったんだけど、ウルトラマンが倒せないっていうマット動画もあったね。ダダがなんかダダ目線でウルトラマンが倒せないよみたいな、そういう歌、まあウルトラマンが倒せないよ調べてみてくださいこの後ね。はいちょっと待って、小学校1年生の頃の思い出で、ね、ちょっと待って、時間かかるかもしれない、音を鳴らすか、これでちょっと聞いて待ってて、ね、音楽流れてるか、やべ、あれだけ語るって言ったのに忘れたわごめんなさいごめんなさい、ちょっとね後で見返して、まあ、ゲスラジの時に語るわ、うん、はい、すいませんね、語彙力だけではなくね、説明がぐだるだけでもなく、記憶力すらもね悪いってなってしまうね、バカですはい、まあ小学校4年生の頃の思い出、出来事語りましょうか。はい、この頃からだね、初めてね男性の先生が私のねクラスを担当してくれることになりましたね止まっててもないか、もうその時ね、遠足、1学期の頃の遠足は、まあ、防災センターみたいな場所でいろんなね災害に備えてみたいなね疑似体験ができる場所があったんですけど、そこに行ってそのねちょっとしたショートムービーを映画式みたいな感じで見るっていうねところがあったんですけれども、そこ地震の映像だったんだけど、それ再現映像なんだけど、それでいろいろ物とかすごい落ちてきたり、すごいリアルな感じがしたから、そこで怖すぎて泣いてそこの隣にいた担任がちょっと背中ポンポン叩いてくれたっていうね思い出がありましてですね、いやどんだけ怖いのに弱いんだ、まあ怖いもんは怖いんだっていう感じですけどね。ね、で前ねこれもラジオの時にね語ったんですけれども、まあ居残り、あ、私がね帰る時にね居残りをしてた子がいてね、それなんでか分かんないんだけど、そのね居残りしてる子たちはね、まあなんでか知らないですけどいいなって思ってた頃があって、でそれで残ってみんなで楽しくできるやんみたいな感じで思って、まあ私も残ったんやけど、あで そのある日にね、ある人たちから、まあ、クラスの子たちだよ、まあ、クラスの子たちに、お前何してんねん、早く児童会、まあ、児童会ってわかるからみんな、親が、まあ、用事でおらん時に、用事におらん時にあのそういう児童会っていう施設があって、そこで預けてもらってしばらくしたら帰ってくるみたいな感じのところがあったんやけども、そこに早く行けやみたいな感じでね言われたんですけど、私それに対抗するべきにねちょっと意味わからん言葉を言ったんですよね。まあそれが何かって言いますと、居残りするためにここに生まれたとお前何言ってんだみたいな感じですけどまあそれを言ったら、お前
だったら一緒居残っときゃみたいな感じで、ね、まあ、当然まあね普通のことで論破されましたけれどもね。でそのある日、またある日、居残りから帰る時に、あの児童会に行く子たちをね追っかけ回してたっていうね、なんかイライラしてたからうわーになって、でその時にね仮面ライダーウィザードってありますよね、平成14作品目のあのライダーに、あの作品に出てくるビーストっていう2号ライダーがいたんだけど、あれさあランチタイムだみたいな感じをイメージして、まあ、追っかけ回しながらいただきますってね言ってね、もう何を言ってるんだろう、私もね今思ってね、何言ってんだこいつはみたいな感じになっております。はい。でね、このね年小学4年生の頃からね、滝色番組という今のね企画をね、企画じゃないチャンネルをね始めることになるんですけれど、そしてね始めて2ヶ月後ぐらいにね、外務のスペルト戦国ドライバーをね買ってもらったんですけど、それを紹介して動画にしたんだけど、まあその日ね買って初日の時にねばあちゃん家行く予定だったんで、まあ行ったんですけど、その時にね、まあプレートってあるじゃないですか、龍源とかハイとかバロンやったらカモンとかね、でブラーボやったらギターの音が流れるやったり、そういうのがねあったんですけど、あれってプレートにねくぼみっていうか突なんだろうな、そういう線みたいな仕組みがあるっていうのを、まあ、動画で知ったんで、まあやってみたい、自分もやってみたいなっていうことで、まあ、じいちゃん家にあった写真でそこを押さえながらやったら、まあ、鳴ったは鳴ったんだけど、それで抜けなくなっ、その写真が、まあ、抜けなくなったというね、買って初日でぶっ壊すっていうね、キーボードクラッシャーもびっくりですよ。まあ、キーボードクラッシュはずっと前からねあったパソコンをね壊すっていう演技をやってたから、演技じゃない、こっちはマジだからっていうね、バカワロスみたいなね、ギガワロスさね前から言ってる、ギガワロス何なる、何だって思う方は、まあ、カンナムスタイル書いて調べてみてください。サビの部分でねこいつのタレチチギガワロスってところから撮ってるから、はい、本物確かめてみて、私が言ってるより面白いから。で小学校5年生の頃の思い出語りましょう。でね、その時もね男性の先生だったんですけど、その男性の先生が小学校6年生になってもいてくれたっていう、まあ、まあたまたまですよね。はい。でね、私本当にね意味が分かんないのが、同じ障害のこう発達障害ではないけど、まあこれ以上言ったらあれだから、まあ障害の子を語っていいのか分かんないけど、まあいじめてたっていう記憶はあります。もう黒歴史ですわね。まああの手この手でね苦しめて、なんかなんだろうな、なんでいじめてたかっていうとですね、みんな特別扱いしてもらってるから、それが羨ましくてなんかついて八つ当たりしてしまったっていうね、その子に対してなんか怒りを矛先が行ってしまったということです。でこの頃ね好きな女子がね3人できます。まあ1人目、まあ分かりやすいようにちょっとね偽名使うか、もう特徴とかをね隠して、なんだろう、どういう意味ですか、ドリルドラゴンさん。まず1人目の女子ね、ドリルドラゴンさん。でまあ2人目の女子、アナザースクランブルさん。なんだよこれ。はい、3人目の女子、まあ3人いるんだけど、
ドリルドラゴンさん、アナザースクランブルさん、グリッチグラッドさん名前のセンスないけど、まあまあ隠しきれてるっちゃ隠しきれてる、厳重にね固めてるから、グリッチグランド、グラグリッチグランドさん、カタカナ出てこんぞ、出てきた、あ出てきた、やっぱ出てこん、え、うわもうこれマジフランドールだわ、あ出てきた、まあその3人の子ね、まあ私はね恥ずかしかったのか、自分、まあ、ドリルドラゴンさんのことが好きやねんっていうね感じで、まあ言っといてくれて、まあ人任せな感じだったんやけど、それで手紙が来たんですよね。まあドリルドラゴンさん、アナザースクランブルさん、手紙来まして、まあドリルドラゴンさんからもう断られて、2人目のアナザースクランブルさんから、断られたんですけれども、まあ、3人目の手紙が来る前にね、ちょっとアナザースクランブルさんとグリッチグランドさんのことをね、もう振られても可愛かったっていうことがあったから、まあジロジロ見てたんですよね。それで先生にも言われたんですって、まあ言われて、まあ私が先生に呼ばれて、お前ジロジロ見てたんやろ、まあやめときって言われたら、っていうか まずジロジロ見てたんかって言われたら、まあこれ以上大事、まあこれ以上嘘ついてても何ともならないから、はいって言って、うん、あじゃあはい、チラミチラ見てましたって言って認めたら、これでやめときって言われて、はいっていうことになったんだけど、その後ね先生から衝撃の一言発言されまして、それは何なのかと言いますとですね、その二人のどこが好きなんということですね。まあ私もね正直この答えに関しては覚えてないんだけど、まあおそらく、まあ、可愛いからって言ったんでしょうね、可愛いからですねはい、でね、この頃ね畑色番組1周年を迎えた年なんですけれども、まあ、9月、1周年に入る9月前ぐらいにちょっと動画投稿の方飽きてしまって、まあ放置してたんですよね、知らず知らず。でしばらく1年間ぐらい動画アップロードしなかったみたいなね。でこの頃の竹色番組はね、どういう動画をねアップロードしてたかと言いますとですね、アホなんだろう、しょうもないって言いますか、アホしょうもないバカ太郎みたいなね、そういう感じの動画がいっぱいあるんですが、見たい方は見てってね、まあ多分下の方にね2014年の竹色番組の動画っていうまとめのね再生リストがねあるんでね、見たい方は見てください。うん、恥ずかしくて見てらんないって方はもう見なくて大丈夫です。はい、で最後ね、小学校6年生の頃の思い出、出来事のお話ですね。実はね、やっちゃうね、どれからなんですよ、まあ、これからかな、スマブラをね、まあ、この年からね始めまして、私ね自分一回、まあ、ツタヤの方で中古で買おうとしたんですけど、ちょっとお金が足りなくてってだって、そちらの方では買えませんみたいなことになったんだけど、一応レジには持って行ったんですよ。でレジに持って行って確認したら、あれ金足りんってなって、あすいません金足りませんって言ったら、あそうですか、じゃあ売ることはできませんってなって、そのことをおかんに言ったんですけど、おかんに言って、でおかんがね、ちょっと手伝ったるわって言って、ちょっと追加で金出してくれて、まあスマブラ 4-3DS をね買いました。はい、でね、前の人のねデータも入ってたんだよね。そのデータがね、ロゼッタ、マリオシリーズのねロゼッタ&チコをめちゃくちゃ使ってた方の記録がめちゃくちゃありまして、でちなみにね私は何当時使ってたかと言いますとですね、ロボットだね、なんか癖に なんだろうな、普通に使いやすいから、いやもう理由が分からん、まあ、とりあえず使ってたっていう記憶ですね。はい、実はね、まあ、先ほど言いたかったことですね、まだ続いてたんですよね。はい、
先ほど言いました、グリッチグランドさんのこれですね。まだ好きやったんですよね、もう可愛いからみたいなね。もうどこが可愛いかちょっと正直言ってまあ忘れちゃったんですけど、まあ、そのグリッチグランドさんのことをジロジロ見てたら、また、ね、そのグリッチグランドさんが、まあ、先生に言いまして、でその時はね一回、まあ、1回目怒られた時は先生担任と私の1対1のなんか話し合いになったんだけど、今回は誰もいない教室で担任と私とで新学期の先生で話してて、それジロジロ見てたらね、なんかそういう傷つくからみたいなね、そういうこと言われたっていう記憶はありますね。まあ、それで解決して、まあ今はもうそのグリッ、なんだろう、あとその3人のことはまあ何とも思ってないですけど、で、まあ、ジロジロ見てて、何、うわ何見てんのこいつみたいな感じで睨まれたっていうことはね、まあ覚えています。はい、ほんと私ね変態です。ああこれ次どれから、あこれからかな。でね、私のね小学校の頃ね、小学校のね文化祭、今で言うね高校生生活に文化祭ですね、文化祭はね、まあ、やることだったんですけど、6年生はね必ず劇をするっていうことを決まってたんですよね。それで私はね裏方としてまあ出たんですよね。私、まあ、それなんでかと言いますとですね、まあ、なんだろう、セリフが思えるのめんどくさいからっていう、まあ、理由で出なかったんだよね。まあ、その土曜授業で終わって、その後の土曜授業の時にねまたその劇をやるってことになって、今度はね私今度は自分役者として出たいなと思って申し出て、まあ、出ることになりますって。で普通に演技してたら、演技してその後終わったら教室に戻ったんですよね。それで先生からなんかみんなから言われて聞いたんやけど、あんた待って ここ名前だな、ファイヤーボールさんっていう称号がもうここだよね。もう厳重にしすぎだっていう話ですけど、まあ、特徴とか一切無視してなんか厳重な感じで名前つけてるんですけど、まあ、ファイヤーボールさんって人から、ファイヤーボールさんのお尻触ったよみたいな感じで言われて、まあ、そこの子女子やったんですけど、私もマジで何にもやってないっていう記憶はあるのに、いやこれ本当にマジな話なんだけど、本当に触ってないから、お前は触ってないですみたいなこと言って、いや違うな、この記憶は違うな、触ったやろみたいな、触ってない記憶はあったのにやった、あ触ってない記憶は確かに、触ってない記憶はあったんだけど、なんでか知らないんだけど、ここを大ごとにならないためにちょっとね、ここはもう早く終わらせるためにね、もう認めよっかってなって、なんでか知らないけど認めちゃったんだよね。でその子ファイアーボールさんに謝罪したっていうね話があるんですけれども、私ねもうこれに関してはもうね、もうずっと言うわ、この件もうこの放送が終わってからもね、いや本当は触ったんでしょって言われても私言い続けるよ、私本当に触った覚えないから、いやマジだからこれ本当に、うん、まあそういうことをね信じてよろしいでしょうか。はい、でね順番にこうで、うん、OKOK でね、56年、まあ先ほど1年生の頃も言ったんやけど、小学校56年生の人は必ずね組み立て体操をまあするんやけど、その時ねの思い出をちょっと語ろうかなと思いますね。まずね、私ね、みんなはね、まあ、砂場って
あの石ころとかあって、私の運動場って、私の小学校の運動場ってあの砂場なんですよね。砂があって石ころが散りばめられてみたいな、そういう感じのところだったんですけど、そこで練習するときはみんな痛いの我慢して、膝は何にもつけずに練習してたんだけど、私だけなんか膝になんか防止するやつみたいなのつけて練習してて、みんなからそれええな、もうせこいやんけみたいな感じで言われてたのは覚えております。でね、本当にね、なんだろう、この頃の練習してる時はマジで腹が立ったっていう記憶ありますね。そういうのね、もう先生がなんだろう、今はそんなことないけど、普通にあの頃はな、指導してくれてたやなとは思いますけど、普通にその時はなんかすごいなんか失敗してたの、なんか怒鳴ってたみたいな感じの記憶があって、もうなんなんだよ本当に、ねえさっけーみたいな感じだったんだけど本当にまあこういう感じだったんですけれど、でね、もうマジでイライラしてたっていう記憶はあって、で組み立て体操でピラミッドってあるじゃないですか。あれなんでか知らないけど、私ね一番上に乗りたいなって憧れてた時期あったんだよね。まあね、まあ理由はその理由単純でね、もう単純に目立てるからなんですよね。下の人はねあんまり目立たないイメージあるけど、まあ、土台がないとねもうその人登れないから、っていうかもう上に登る人の方がさ一番危険じゃんって、まああるじゃないですか。まあ下も一応まあどっちでもねデメリットあるっていうかね、まあ登る人の方は目立てるけど落ちるか落ちて死ぬ可能性が高いとだったりとか、デメリットとしてはまあ落ちて崩れた時にねドカーンってなる、なんだろう、デメリットしかない気がするな、これここで言っちゃまずいけどなんだろうどっちもうめちゃくちゃ痛いし、まあ、めちゃくちゃ苦しいし、背中も痛いし、ずっとね私ね四つん這いじゃなくてね、四つん這いになってる人の背中の支えて立ってるやつだったんだけど、あれもねすごいきつかったっていう記憶もありますね。いでででででって見る、崩れてきた時もね死ぬかも、崩れてきた衝撃でねぺちゃんこなって死ぬかもしれないって、ね、なんだろう、デメリットしかない、デメリットしかないかもしんないこんなこと言っちゃまずいけどね、まあねコロナ禍だから組み立て体操があるかどうかも私はね分かんないです。はいね、誰かすいません、なんでもないです。でね、小学校の6年生の頃ね、広島にね修学旅行に行ったんですよね。でその後泊まる、ね、ところで、ね、山口に行ったんですけど、山口の、まあ、2日目の話ね、山口県の結構山の方って言っとこうか、山の方の景色、朝一、まあ、食べ終わって、まあ、荷物持ってそのまま行くって感じだったんだけど、その時の景色がね今覚えがめちゃくちゃヤバ単語だった。まあ、やばいと思うね。回りくどいな。とりあえずやばいっていうことだったんですよね。例えるならなんだろう。スマブラのガウル平原とか。いや、もうそれ以上だな。もうゼノブレイドやってる人は本当にごめんなさい。私はまあ、それ、まあ私の感想です。で、竹色番組はね2周年迎えた頃ですね。で2周年迎える前ぐらいに、あこの頃あれやん、もう一回やろうかなって思って今の私があるんですけど、復活した当初の動画ね、なんか知らんけどね消しちゃってるよね、うごめもの動画なんだけど、それがねなんか悪口来てたのかな、まあそれもあるかもしれないけど、まあ、とりあえず、まあ、消えてたっていうことですね。で、その後いろいろ動画も撮って、まあ、友達とかとね、よく撮ってたっていう記憶あります。今はね、とある動画でね、その友達らしき
人からね、まあ、誰かは言わないよ、友達らしき人からもうそれ消せ、今すぐ消せみたいなこと言われたんで消しました。はい、まあ、彼らにとっては黒歴史だ、黒歴史だったからね、本当にごめんなさい。で、卒業式の練習だね。あの頃は本当にねやばかった。私ね、なんだろうな、発表会とかそういう小学校のね行事の時に歌の練習でとにかく目立ちたかったから、歌のうまさとか関係なくね、大声でなんか目立とうとして、例えばカエルの歌だったらカエルの歌がっていう感じで、ね、なんだろう、ドラゴラムっていうか、ドラゴラムみたいなね大の大冒険の、私もオーソコラボで知ったんだけど、まあ、とりあえずそのドラゴラムみたいな感じで歌ったんだよね。恋心だと恋心ひそやかにみたいな。今さ家だからあんまり声出せないけど、一人だったとしてもさ2階はいるけど、まあまあ、それそんな感じだったんだけど、そんな感じで言われてて、まあ、これはね小学校4年生か5年生ぐらいの話になるんだけど、その時にそんな感じで練習してたから、ね、ある先生、もうそれ先生徒たちが、あいつやばくね、もううるさいね、もうどうにかしようぜみたいな感じで先生に言って、で先生がね、ちょっとね大声出してて音痴やからちょっと控えてくれ、まあ、普通に歌うだけでいいからみたいなこと言われてたんやけど、私それを何やの、もう歌うなっていう勘違いされて、まあもう練習も、まあ、それ以降も練習の時もで本番の時もちょっと黙ってたっていうね記憶はあります。はい、でそれがね続いて、もうやっと解放されたのか分かんないですけどもうあれは小学校5年生の頃の話だと思ってたのがあるんですけど、校歌をね歌った時、まあ練習の時にだよ、でカエル、まあ手本ね、カエルの歌がみたいな感じでね歌ってたら、先生がそれが叫んでるんですよって言われてね、怒られて、まあその場で練習してる時に泣いてしまって、まあ支援学級の教室にまあ行ったっていうね、どれだけ行くんだって話ですけども、はい、もうその時ね本当にね、なんで出すのがダメなんだよ、悔しかったぜみたいな感じで、今はねもうちゃんと歌っ普通大きいボリュームでちゃんと音痴にならないように歌えばよかったりねってね思いますけれども、あいつ今思えばね、あいつ理解の仕方がおかしいんだよなみたいな、まあそういう感じで思っております。喉やべえ。はい、でね8番目にあるの、小学校 4,5,6 年の頃のね時代、どんな時代だったかね、やっぱりもうネットビームが相変わらず神だった時代。今はねちょっとまあいいところもあるけど、神とまでは言いづらいね。でこの頃ねネットのおもちゃがありふれてた時期なんだよね、特に私がね小学校5年生の頃、2014年ですよ、今で言うと何年前かな、7年前ぐらいなのかな。もうその頃ね野々村龍太郎議員とか、おほかたはるこさんとか、佐村河内守さんとか、そういうのがねネットにおもちゃにされてたんですよね。あとはなんだろうな、ゴロリ逆再生、私が6年生ぐらいの時か、小学校その時にねゴロリ逆再生的なものがね結構ヒットしてた時期だった気がします。はい、ゴロリ、そのゴロリの逆再生動画ね、あれだけもう見てた風に言ってたけど、私中学校ぐらいからそれ見たんだよね、確かその概要欄見たら結構前だったっていうね記憶はあったから、まあ言ってるだけですけど、ね、小学校 4,5,6 年の頃にね、当時ねニュースとかでも取り上げられてて話題になってた、バラエティでもね、まあそういう流行語とかかな、うん、小学校4年の頃はやっぱ東京オリンピックかな、うん、2020年に東京で開催されるよみたいな感じでね、外国人が東京ってね
調べてみんながイエーイってなってた頃があったんですけど、で今もう今いざ本番迎えるって頃になった時にはもうコロナですよ。コロナのせいでもう今年のね7月になったっていうことですね。はい。でね、スマブラ4のね発売ですよ。 3D と Wii U のね2つの任天堂の機種に対応できるっていうかね、どうやらね私ねこれ聞いて初めてええってなったんだけど、スマブラ、いや違う、中学校3年生ぐらいの時に聞いてえそうなんやってなったんやけど、スマブラの 3DS が、携帯電話型ゲーム機では初めてとなるスマブラシリーズって桜井さんが言ってて、そうなんやみたいな感じで思ってた時期がありましたね。でね、今の流行語がねなんか印象的なんですよね。今やったらね流行語とかピエンとかなんか、何それ感じ悪いみたいな失礼かもしんないけど私の意見でね、まあ、そういう感じで思ってたんだけど、今はねあ懐かしい、なんだろう、ジェネレーションギャップかなこれ、JJJ とか今でしょとか題名をダメダメとかとかね、いろいろ流行ってたから、あの頃はもう本当に流行ったなとか、ワイルドだろうとかもそうじゃないかな、そういう記憶はありますねでね、そして10番、今思うこと、今まで語ってきてね、もうね小学校なんてあっという間、あの頃はね6年間なんて泣けえやって思ってたけど、今もう高校生になってからはねもう本当にマジで早かったなっていうね記憶は本当にあります。でもしねみんなね小学、もしこれね小学校小学4、5、6年の子が見てたら、言いますよ、高校生になったらもうあの頃が懐かしく感じるからってね、今が懐かしく感じるからっていうのをね言っておきます。はい、ということで今回の動画は以上でございます喉いったなのでちょっとね後でお茶飲もうかなと思います。ご視聴ありがとうございます。